田中大輝のアスリートチャンネル。今回のアスリートチャンネルは野球系 YouTuber のレジェンド奥さん、そしてライパチさんをゲストに、野球系 YouTuber の魅力、今熱い野球ギア、野球が上手い人の共通点など爆笑トーク第2弾です。僕ら松坂世代なんで、はいはい、松坂大輔君が使ってるのをみんな習う。あ、青いビューリーグ、はい、次赤いって赤ビューリーグ、そうですね、やっていいですよね。で大学行ってようやく水のボール使っていい、はい、高校はもうやめようみたいな。あ、そうなんですね。え、ライパチ君何使ってました？高校の水のボールすごいですよ。高校で高校で何使ってた？物だけはやっぱりいいもの使ってる。すごい。いや多分田中さんが野球やってた時代のちょうど切り替わりぐらいだったと思いますね。結構先輩とかは使ってる。だから水のプロかスラッガーかみたいな感じでしたね、高校の野手は。そんなイメージありましたね。僕らの時まではちょっとこう水のプロは高校はいけないみたいな、はい、ビューリーグでっていう感じだったんですけど、その下からちょっと変わって、変わってると思いますね。でもその下はもうロゴがね、水を変わります。そうですね、ランバーね、あれも衝撃。そうですね、はい、道具の話結構ありますね。いや道具は面白いですよね。でもなんかバットはルイスビルサッカーの薄いのが、はい、薄い、すぐ割れる、縦磨きですよね、縦磨きです、はい、あとエセスのマイスター、はい、やばい、あの色が、はい、あれがもうやばいっすよね。でも僕はもう水野使ってましたから。V コン V コン 07、僕ら当時 Z 重かったんですよ。ああ重くなかったんです。ああでも Z は重かったですね。なんかこうグリップも細くて、そうそう、どっちかというとこう棒みたいになってるんですよね。そう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 、鬼の本棒みたいな雰囲気の感じだったんですよ。へえ、はいはい、そうそうそう。で何使ってました？僕らの SSK のタイカップ のスカイビート使ってました。スカイビート、スカイビート、スパコンじゃなくて、スパコンじゃなくて、スカイビートめっちゃ短く持ってる。いやいや、タイカップの意味短く持ってる。それは8万だ。8万やってましたね。最近でおすすめのギアってありますか？重くが選手とか、ね、佐々木選手はナイキ使ってて ね、佐々木選手とかね。ナイキは使ってみたいね、ああやってなると、うん、おしゃれですよね、やっぱね。でもナイキはよくスパイクは履いてます。アメリカ行った時に買ってきました。トラウトモデル。おやっぱり一丁前の動画は一丁前。まあでもどちらかというとトラウト側に近鉄って言ってましたね。いやいや、まあ近鉄の方がふさわしいかもしれませんけど、トラウト側ですよ、どちらかというと。マイクトラウト、マイクトラウト、見たことありますか？いや、ないです、ないです、ね。これね、横から見ると2人の胸板合わせたくらい分厚いですよ。えっ、もう本当にそんな厚いですか？全部2人歩いてるんじゃないかぐらい分厚いです。インパオリン、いや、本当に本当に。へぇ、上原さんとか取材とか、大谷選手とか行った時に、やっぱロッカルーム入れるんですよ。はいはい、トラウト、鼻が出てきたら、すごいんですよ。もう、分厚い。なんつったらいいの、猛牛みたいな。へぇ、こっちの厚さがね。はぁ、顔の厚さもすごいですけど。あ、そうだ、全部でかいですね。比例していくの。でもあれを瞬発力高く動かすすごいですね。だからスターです、ね、あんなインパクトストップで宇宙が持ってくるんですね。ですよね、逆にね。ここまでしてますけど、普通ここまで振るんですけどね。ね、YouTube やって、はいはい、一番良かったなって思ったんですか？あ、でもそれで言うと、やっぱこう野球の世界にこう触れれたっていうのは、はい、すごく嬉しいですね。そこまでなかったんですね。はい、キャンプ行けたりとか、うん、そうです、エジーさんが全部全部やってました。はい、その多分次の週ぐらい僕エジーさんに会ったんですよ。あ、そうですか。で、この間徳さんたちに会えたよって。はい、いやスタバでコーヒー飲みながらすっげー面白かった。おしゃれな2人ですからね。素晴らしいです。そういうスポーツメーカーの作る裏側とかもそうですし、グラブの革がどうだとか、バットの素材はこうだとか、いろんなことを触れられたのはやっぱりすごくね、嬉しいね。普通の人は見れない世界を見せるのは、まあ、そうですよね、嬉しいですよね。そうですよね、まあ、しかも愛されるキャラだからですよ。いや、どうなんですかね。30超えたコンビですからね。おっちゃんですよ。おっさんですよ。36になります。3になりますからね。36、33、はい、YouTube 界をこうなんかこう見渡しても、はい、多分30超えたおっさんコンビってあんまりない気がしてて。確かに、そう、みんな若いですからね、はい、若者の方がやってるイメージですけど。でもあえていない世代ですよね。そうですね。でもう僕らも始めたばっかりなんですけど、そうです、はい、テクニックとかコツとかありますか？はい、YouTube はの世界はこうですよ。どうなんだ、 YouTube ルールはこうですよ。難しい、難しいね。3年やってればいろいろ感じると思うんですけど。
まあ、最初はとにかくその楽しいことを、うん、というのがやっぱ一番だったと思うんですけど、はい、野球ってまあ田中さんも当然慶応とかやられてた方なんで、うん、はい、野球って奥深いじゃないですか、うん、まあ、であとは感覚先行型スポーツ、うん、基本みんな感覚でやられますからね。まあ、昔というか、まあ、今も残ってるかもしれないですけど、インコースってあのこう体が反応して、はい、あとはその振らなくていいんだよみたいな、くるっと回れば飛んでいくからみたいな、はいはい、それってもう絶対ライパチ分かんないんですよ。なんなら大体が僕みたいな人間なんですよ、野球人多分、まあ、そうです、上手くない世代。ライパチの名言があって、はい、あの徳さんこれだけはしてくださいと、9割8分ライパチですからっていう、野球から、ね、まあ、確かにそうだなって思った時に、まあね、その感覚をより細かく噛み砕いて、うん、ライパチにも伝わるようにというか、あの誰しもに伝わるようにかつ深さを出していくみたいなことを、はいはい、あの意識した時に、うん、なんかこう視聴者さんの反応が変わってきましたね。なるほどなるほど。徳さんの説明がこう分かりやすいっていう、うん、なんかコメント結構入ってきたんですよ、うん、そうだね、うん、それどうしても感覚で、例えばさっき言った反応でとか、はい、ヘッドを立ててとか、はい、分かんないんですよ、はい、僕らから分かんないよね。最初だから何テイクもしました。分からんとか、でそのプロデューサーやってる兄貴も、はい、あのピッチャーなのでバッターの感覚って分かんないんですよ、うん、なるほど。だから2人が分かんないとこれは配信できないんですよ。すごい深夜になってましたからね。まあユーザー視聴者代表だと。そうですそうですそうです。そういったのがまあ少しずつこうなってって、で、ね、で僕も癖づいて、だからこうプロ野球の選手にインタビューした時もやっぱプロ野球の選手ってやっぱ感覚で仕事をしてるんです。そうです。だからそれを聞き出してそれを僕がなんとか噛み砕いて配信していくみたいなことだったりとかっていう、それが原点だったんですね。はい、そういったところがなんとなくチャンネルとしてこう視聴者さんに大きくしてもらったのかなっていう感じはするんですけどね。じゃあ野球が上手くなりたい人たちのためにどう伝えればいいかっていうのをちょっと考えてきた。そうですね。確かにそうですよね。やっぱ引き出しがないと難しいじゃないですか、うん、やっぱ6台でやられてていいピッチャーいっぱいいるじゃないですか、はい、でその中でいいピッチャーでも A から D までいるわけじゃないですか、はいはいはい、速球がいれば何とも向いて、はい、左のクロスファイアを得意とすればいたら落ちる球が得意みたいな、けど速球派だけ得意だったら絶対打てないじゃないですか、はい、けどそこに何投派対策の引き出しがあったら打席入った時それをあのパッて出せば対応できるじゃないですか、みたいなことがあのやっぱ野球上手くなる人の共通点だなと思ったんですよ、はいはい、ライパチはあのそれなかったです、引き出しなんか2個しかないから早いから早いから早いから1個しかないです、強く振るしかない、はいはい、じゃあだいぶ増えたんですよ。だいぶ、いや本当それは僕やってて嬉しい。4個になりました、ね、4個になった、やっと3年で4個4個か、確かに本当感覚的なスポーツなんですね、はい、でだからもう、はい、今楽天にいる久保くん、はい、もう、はいはい、今回ライオンで試合すると、はい、ボールこんなに見えるんですよ、はい、153キロぐらい来るんですけど、はい、こんなんじゃないですかボールって。そうですね、それこれぐらい見えるんですよ、はい、でバーってバッター戻ってきて、はい、どんな感じだった、いやボールこんなんだったよそうそうっていうのって、まあ、野球界だったらなんとなくああそうなんだと思うけど、はい、一般の人が聞いたらボールこんなわけないし漫画の世界じゃないか。でもこんなに見えるんですよね、野球って。そうですね、おかしいですよね。おかしいですね、感覚ですね。和田剛くんのボールとかもうもうすごいですよ、多分ね、はい、スクリュー回転しながら逃げてく感じなんですよ、はい、シューンって言ってその感覚とかも、はい、分かんないですよね。そういやボールがすごいスクリュー回転逃げてんだよ、はい、みたいな。でもそれ打つやつがあそうです、ね、いるわけですよ。そうですね、多分どうやって打ったかって分かんないんですよ、多分。そうなんですよ、説明できないでしょう、ね、僕も只野君っていうね、はい、はい、日教大で只野君の立教で、はい、ホームラン打ったんですけど、もう分かんないですよ、どうやって打ったのスライダー、いや分かんないでも後でビデオ見たら打ってるんですよそういうなんかそのこう見えない感覚的なものをどう表現そうですねするかが難しいですよね、はい、でもそれは地上波だと時間が必要だと、そうですね、YouTube だとそこはまあ強みかもしれないですね。鳥谷選手が決まりました ね、 ねロッテ、はい、どうですかロッテ鳥谷。いやちょっと楽しみですね。楽しみなんだ、こっちから聞いた方がいいか、ようやくもう待ってましたと、待ってました、はい、鳥谷選手の阪神に出てロッテのユニフォームを着ることは別にいいんですか。いやもうあの方がプレーしてる姿を見たかったんで。ああね、でもねこの期間何してんだろうって多分阪神も思ったと思うんですけど、ね、音沙汰なしでしたから、めちゃくちゃトレーニングしたらしいですよ。あそうですか。鳥谷選手もだいたい朝5時ぐらい起きるんですよ。早いですね。朝ランニングするんですよ。ナイターも入れますよ。そっから上のトレーニングして一回休んで球場行ってでまたランニングです。ストイック取りみたいな感じです。どうですかロッテ取りたいって話は。楽しみですね。
っていうのもなんかこう、まあ、ロッテの選手たちってどっちかというと若いイメージがあるんですよね。イケイケガンガンな感じしますね。はい、でその中で、まあ、今回佐々木朗希君が入ったりとか、うん、でピッチャーも、まあ、タネチ投手とか、はいはいはい、こう若いピッチャーがこれからこうやっていくって中で、うん、これあの結構、まあ、難しいところだと思うんですけど、やっぱ経験に勝るその説得力ってやっぱないと思いますし、うんうん、まあ、当然田村捕手も結構経験は積んでると思うんですけど、はい、まあ、まだ若いので、うん、その中で鳥谷さんがこう入ってこう野手から見たそのピッチャーのアドバイスとか、ね、当然野手陣のアドバイスもそうですし、うん、なんかこうロッテの選手たちのも多分景色変わっていくんじゃないかなって、ね、福浦さんが抜けてね、はい、そうですそうです、40前後いなくなりましたね。そうなんですよ。だからそういった意味ではすごくロッテ面白いなと思って、いろんな意味での補強だと思いますね、ロッテは。はい、いや、ね、いい、暑いですね、やっぱり、ね、いやいやこれいくらでもいけますよ。いっちゃう。編集もやってるんですよ。笑ってます、はい、すごい。え、あのスーパーイレブンやってるんですか。あ、やってます。コメントスーパーも、コメントも交換音とか、あとはもう BGM もナレーションも全部、ナレーションも全部全部やってる、はい、ナレーション撮りもやって、はい、すごい、ね、エコーかけたりとかこう、はい、ディゾルブっていうとこうこうエフェクトかけたり、ね、エフェクトかけたりとか、あの坪井ホラミちゃん、あ、いやもう本当 ね、いやもう彼の坪井ちゃんの時のキモさはやっぱすごかったですね。あれは本当にいろんな人が一番あれ的にやっぱ本気出すんですよ、うん、やっぱね、なんかホルモンが出てましたね。なんか押すとしてのあのライパチキモイにいいねが 4,500 ついたんですよ。なかなかないですよ、やっぱりなかなか。すがしく嬉しかったですよね。演者冥利に尽きてる褒め言葉みたいな。僕あれ見た時に今、はい、小野ののかさんと一緒にやってるんですよ、はい、マネージャーさんが一緒じゃないですか、はい、すぐ、はい、すぐに聞きに行って、はいはい、どうやったら出てくれるんですか、はい、いやもうそんなのもうギャラとか関係ないんで、好きな方であればって言ってましたよ。そうっすか。そんなもんライパイさんの話はしなかったですね。くそ、もう一回出てもらおう。遅かった。次回はですね、はい、次回徳さん、ライパチ君と僕で、はい、クイズ対決します。クイズ、はい、野球クイズですか。もちろん罰ゲームありますからね。いやいや勝敗によってはまずいことになりますからね。あ、そうですか。野球できなくなるかもしれません。っていうスタッフの僕も知りません。あ、本当ですか。あ、そうなんですか。あ、そんなことあるんですか、はい。次回もライパチ君と徳さん、はい、出ていただきますんで、はい、お楽しみください、はい。ほいほい。次回の田中大輝のアスリートチャンネルは、歴代、はい、そして現役六大学野球出身者で、これは難しいな。これはチームなんで、チーム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 。今日のアスリートチャンネルはこれにて終わりです。 SNS でもオフショットを公開しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ハスちゃん。